はい、こんにちは。英語講師の岡崎です。今日は映像で体に関するイディオムを4つ学んでいきましょう。映像とともに成り立ちなどの解説を聞くことで脳に刻み込んでいきましょう。映画や海外ドラマでも耳にするもの、大学入試にも出たことがあるものを取り上げていきます。まず最初は Keep one's fingers crossed という表現です。Keep をし、O をしに保つという形になっていて、直訳すると指をクロスさせた状態に保つという意味になります。指をクロスさせて何をしているかというと、指で十字架を作っているんですね。アメリカなど英語圏では十字架は厄を払うと考えられているので、幸運を祈る、成功を祈るという意味になります。 Fingers crossed とだけ言いながらこの動作をして幸運を祈ってるという場合や、 I kept my fingers crossed、 幸運を祈ってたという形でも使われています。動画のように両手でやる場合も片手だけで行う場合もあります。アダムスファミリー2、プレステージ、ビッグバンセオリー、シンプソンズなど多くの作品で使われていて、大学入試でもたくさん出題されている表現なので、ぜひ覚えておきましょう。次も指に関する表現です。 Put one's finger on、 直訳すると何々の上に指を置くですが、イディオムとしては的確に指摘するという意味になります。指でこれと示す感じで覚えていきましょう。では例文です。映画シャーロック・ホームズのセリフ、 There is one odor I can't quite put my finger on。 Odor は香りという意味で、後ろには関係代名詞が省略されています。的確に指摘できない、つまり特定できない香りがあるという感じですね。探偵のホームズが捜査を行っているシーンを思い浮かべると覚えやすいかなと思います。次は Tan、 ベロに関するイディオムです。 Tan in cheek、 直訳はほっぺたの中のベロですが、冗談でおどけてといった意味で使われます。ベロをほっぺたに突き出すようにすると面白い顔になるところから覚えましょう。実際に冗談を言うときにこの動作をする人もいます。 But it's still tongue in cheek。 だがまだそれは冗談だ。 I feel that they were just trying to be tongue in cheek。 彼はただ冗談のつもりでやっている気がするという形で使われています。最後もベロに関するイディオムです。 Bite one's tongue、 ベロを噛むというと言いたいことをこらえるという意味になります。ベロを噛んだら喋れなくなりますよね。命令文で Bite your tongue、 黙れという意味でよく使われています。失礼なことを言われた時に使う表現ですね。動きを止めるという意味の Hold を使って Hold your tongue という言うこともあります。はい、今日は4つのイディオムを学びました。実際に自分で使ってみると記憶に残りやすくなるので、ぜひどこかで使ってみてください。Fingers crossed は Twitter の GIF でも出てくるので、僕の優勝を祈ってくださる方はぜひ Fingers crossed のツイートをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。